どうも、パフォーマンストレーナーの園助です。さあ、今回もねハマってます。新しい学校さんですね。まあ AG って言うんですね、ファンの方々はね。うん、もう新しい学校のリーダーさんといえば、まあこの曲でしょう。実はこれ結構ね見てハマっちゃって、もう何回か見ちゃったんですよね。さあ行きましょうか。面白いんですよこれ。ちょっと待って、音が聞こえない。まずこの足先のこう使い方とか走り方が本当綺麗なんですよね。裸足だからね、余計に分かりやすいですよね。あとこのね、そのミジュさんのね、あのアイソレと深さというか、これウェーブを上から撮ったり、こうちょっとこうウェーブをこうなんていうのか、螺旋に取ったりとか、あと肩後ろに引いたりとか、そのローテーションの動きと、その螺旋経路の体の使い方とか、あとは一つ一つのアイソレのダイナミックさとか、めちゃくちゃ綺麗なんですよこれ。うん、すごい深いんですよね。あとよく股関節動きますよね。ヒッチングがすごい。ヒッチってこう股関節上下に動くの、こうヒッチングっていうんですけどね。ハイクって言ったりもしますけど、あと僕の用語ですけども、これ点取りって言って、足先とか母子球小子球で点を取るっていうね、こういう使い方が大好きなんですけどね。これクイックルワイパーこれね、でもね綺麗ですよね、走り方がね。やっけ、めっちゃ力強いんですよこういうの。なんか僕は K-POP をすごく見るじゃないですか。まあチャンネル見ていただければ分かりますけど、やっぱりこう流行りというか、もちろんそのいろんな人に見てもらうための戦略でもあるし、流行りっていうのもあるし、ただそのこの AG さんも型にはまってないからこそ、なんていうのかな、力の制限が自由なんだけども揃ってる。でもものすごくなんていうのかな、型にはまってないその力の使い方というか、一瞬のこういう力の入れ方とかすごいかっこいいですよね。めっちゃ深いですよね。二重車のこの角度の取り方深くていいですね。ここか、ここもすんごい、あの股関節のアクセント。あとすごいっすよね、この力のその経路が足先と足裏までこう明確にこれ伝わって動いてるっていうのは、すごいダイナミック、なかなか出せないと思うんだけどね。僕はね、もう足の反力が全然死んでない、こういう体の使い方いいっすよね。足裏見てください、この測定まで走るっていう、足裏に関するそのドクターいるじゃないですか。ちょっと今名前が飛んでるんだけど、あの皆さんね、いっぱいポッドキャストを聞くといいと思います。アメリカとかの、あのそういう話いっぱいあるから、ローギーなんかこの足の使い方のギア、もうほんと研究されてるエミリーさんという方がいて、話聞くとすごい面白いですけど、やっぱり今現代の人たちもアメリカはやっぱり率先してそうやって予防医療に強いからこそ、日本は、どうなんだろうね、ちょっと僕もよく分かんないですけど、今ベアフットって今主流じゃないですか。でよくそのベアフットシューズを履くと足裏が痛いみたいなこと言う人いるんですけど、確かにそうですよね。それは急にそういうものを履くからいけないっていうわけで、必ず段階っていうのがあって、そんな急に足裏の測定が使えないからっつって急に例えばミッドフットストライクに変えてしまうとかね、
そういう風ななんか日本ってもうゼロ100みたいな、この人こうやったかじゃなくて必ずプログレッションロードっていうのがあるんで、だそういった上でちゃんとしたその指導者とか専門家にちゃんと依頼しなきゃいけない、まあ安く短時間に済ませたいですよね。そうではなくてね、この足裏の足の使い方とその体のリンクっていうもの、やっぱこういったものを統合するっていうことが究極のね人生にかかるその保険なんですよね。あんま考えたことないですよね。関節とかその筋肉の筋神経ないけどモーラーコントロールウォーターユニットって言ってもその体をコントロールするユニットの器官だったりとか、そういったものが自分たちの人生にどう関わってくるかって言ったら、これ薬で治せないんで、入院しちゃって治んないんで、自分でいかに管理するかだけが勝負だから、そういった上でそのもう体を使うってもう一種のもう最大の保険なんですよ。時間という保険なんですよ。お金で買えないです。まあお金で買うのは知識かもしれないですね。習慣やそういった価値を抱くっていうものはもうそのままお金で買えないし、自分でもう想像するしかないですよね。自分がどういう将来を迎えるのかっていう、体が衰える前にまず精神が衰えるからね。皆さんが今いいやなんて思ったら次はもうできない、もういいよっていう風に気鬱になってくるからね。男性だと50代過ぎてからっていう風にも言われてます。テストステロンレベルが落ちてきた時に、だからいかに、僕は申し訳ないですけど、いろんな大人の人たちもいるし、自分自身でもそうだし、もう人間の DNA、まあ、いわゆるスキルっていうものがまあ30後半ぐらいでしょ。つまりもう30代迎えたらもうみんな一緒ってわけです。そっから先どう生きるか、どう社会に生きるかだけだから、生かされるんだったら生かされてしまう社会だからね。でもちゃんとそれはいい風に受け入れて、ネガティブなことじゃなくて、ただ体は衰えていくので、でも現代のその予防医療の考えだったりとか、最先端のフィットネスの考えだったりとか、フィットネスってなんかこう語源がなんか明るいけど、なんかピラティスをしたらとかジムに行ったらそういうんじゃないですかね。フィットネスですかね。フィットする、動詞で考えると適合するっていう風に1950年代でできた言葉ですから、これね、なんかこう絶対そこは知っておくべきなんですよね。あらゆる緊急事態に適合できる体、レジャーに対しても家族と有意義に過ごせる体、そういったいう風にで、いわゆる国に向かって戦わなきゃいけないって言った時に、そういったふうに十分な体力を持っていろんなところに、いろんないわゆる仕事環境に適合できるような、そういった体を作るという目的でフィジカルフィットネスっていう語源ができたわけなんですよね。だからその中こう1970年代80年代ぐらいでこう美化されてきたんでしょうね。ボディービル60年代ぐらいかな、戦後総合終わってぐらいからかな。だからそこがね、もうなんかフィットネスって言葉使うとなんかこうなんか派手なこう綺麗なものを想像してしまうかもしれないですが、そんなものではないです。人生と国を守るっていうためにこう出来上がった言葉なんで、そういったことをね、僕のチャンネル通じてちょっとでも知っていただくといいかもしれない。ちょっとごめんなさい、話がもうこういう風にカオスチャンネルなんで、ちょっと集中します。いやーほんとね、カノンさん最近全員のインスタグラムね登録したんですよね。あとね、後で多分言うと思うんですけど、このね物を持つっていうこと、これめちゃくちゃあんま最近なくて、多分扱ってきたアーティスト誰も持ってないんですけど、まあこれ鈴鹿さん勝手にこう多分自由な発想で出てきたことだと思うんですけど、結構これね皆さんの人生においてすごく重要なことなんでね、すごいよね、ほんと何回見てもこれ面白いですよね。メンバーちょっと笑ってるっていうね、ほんと自由な体だよね。いいよね、こんな裸足でこんな綺麗にチャールストンを踏めるのいいよね。わかるかなこれ、母子、前も言ったけど母子で踏んでないの。ただね、僕ねこのレンタルスタジオとかの裸足で使うのマジで苦手なんですよね。
女の子たちってあんまり髪の毛とか気にしないから、だいたいレンタルスタジオ借りるとね、もう毛だらけなんですよね。もう速攻水虫になりそうで、であの子たちすごい、ダンサーの人たちあんなところでずっと寝そべったりしてるのがもう考えられない。すごい綺麗なチャールストン、うわめっちゃ綺麗に動かない、それ、うーこれ素晴らしいハイキングですね、ヒールハイク、うーすごいっすよね、足先、これがもうなんかすごくいいっすよ、減速をもう作り出すこのね足の動き、素晴らしい、うん、超ダイナミック股関節、おい、すごい、だからこういったちょっとコミカルな動きするときにやっぱ股関節とその肋骨胸椎とか肩甲骨の動きとかっていうものが本当明確に動かないと、この長いスカート履いて膝隠して動くっていうところでやっぱ他の関節がダイナミックに使えないとやっぱ目立たないですもんね。まあ、皆さんこう K-POP とか見ても分かると思いますけど、めちゃくちゃ足出すでしょ、それなんかもうインナー履いてそのショート履く、どこなんか意味あるのみたいなぐらいの、もうギリギリ攻めてる中でね、こういう風に関節を見せないぐらいまでのロングスカートで踊って、またこれも多分現代で斬新なんですよね。あとね、鈴鹿さんがすごくね手を持ち替えるんですけど、左利きなのかなってちょっと思うぐらいすごい左右対称に使ってる、めっちゃ笑ってる、めちゃめちゃ足綺麗に使えますよね。これいいですよね、かわいいですよね、カノンさん、うん、左利きっつうぐらい左使うんだよね、ここね、ツー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 、ここの絞りめっちゃいいっすね、めっちゃめちゃくちゃいいね、左後方回旋の骨盤前方回旋でパコって決める、これ人間の歩行のメカニズムと一緒ですからね、うん、あのサージ・グロックベスキーってこうあの YouTube で探してみてください、あとあの The Spinal Engine Theory って打つと、その手足を失った方のその歩くトルク の映像とか解説してる、あのすごい古い映像で出てくるんで、僕らってそのセオリーに基づいてあの運動処方したりとか、その人間っていうのは移動っていうものが基本になってくるので、ローコモーションって言いますよね、そヒューマンローコモーションのファウンデーションっていうものはそこにあるっていう、すごい俳句綺麗だね、あの道具っていうもの、あの僕らって最近ですけど、あの僕とかは海外でも当たり前なんだけどね、もう本当にそのこのちゃんにあんまりその日本がって言いたくないんですけど、やっぱりその予防するってことに対してすぐ病院に行けるんで、日本って救急車も呼べるしね、なかなかこういうか頭の使い方、文化じゃないから、難しいと思うんですよ、考え方的に。ただ僕自身はお客さんもそうだし自分もそうだし、絶対医療とか人に関わらない、人の手助けを得ないような人生を送りたいと思ってるし、うちのお客さんも送らないように僕は運動指導してるんで、ね、そういった上であのいろんな頭の使い方、体の使い方ってあって、その中でその僕らが指導しているこのロープフローってあるんですけど、これね、ロープを使う、うん、でロープフロー
こういうロープを使ってするんですけど、でこれってどういう意味があるかっていうと、人間ってその石器時代と考えてもらってくると、人間の本来持つ能力っていうのは、ダンスとかって体の使い方じゃないですか。体動けていいねとか、最近ですとこのコンバットフィットネスとか、身体操作からまでしょ、はい、足腰の筋肉を鍛えるためにスクワットしましょうな、こんなことって昔の人やってたかで絶対やってないでしょ。余裕がありすぎて、そう、もうなんかちょっとよく分かんなくなってきましたけど、つまり人間って食っていくためにはまず武器を作る、そして武器を操作するっていうことが食べていくための本質だったんですよ。そういった上で、例えば何かを振り回すとか、何かを振り回して当てるとか、逆に何かを削ってシャープにするとか、そういうふうなその自然な能力って人間失ってますってきましたよね。だからそのやってもらったら分かるんですけど、まあ、僕は時々あのレッスンやるので、もし興味ある方参加してもらったらいいですけど、ロープ回しますと、ロープ回した時に大体がもうあっちこっち行きます、ビュン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 。だからその器具をそのうまく操作するっていうことが、もう現代の人は全くできなくなってきてるので、その中でこの鈴鹿さんがね、綺麗に面白く扱うんで、やっぱなんか能力高いんだろうなって思いますね。うん、左手すごい器用に使うんですよね。うまいよね、こういったところね。笑ってるけど。でスイッチングするかね、ほぼね。ここもね、そうなんですけど、こういったとこもね、ダンスやってるなっていうところですよね。こういったアームスラインとヘッドラインをコントロールして揃えてるっていうところ、ね、うん、すごいよね。うわ、それほんと綺麗だね。これね、能力高いよね。自由だよね。ちゃんと音にはめてるからね。これすごいよね。ちゃんとこれ左右非対称に次左入ってくるんで、素晴らしいよね。すっごい綺麗な、これね、これ僕らの中で生え際って、すっごい綺麗な回線ローテーション、めっちゃいいよね。あとみじゅうちゃんのこれもいいよね。わかりますかね、肩抜けてこういうストラック、中指が入るって、これなんで中指が入るか知ってます？これ中指、この中指がこう入っていくと、こうもっといわゆる伸長するリーチングに関わる経路ですね、体の経路がこう作られる、いわゆるボーンストラクチャーって、この骨のストラクチャーにこう反るっていう風にね、これに研究してるコアフィストっていうことを言ってる人がいますけども、うん、中指が入ってくると、こう関節がリードされるっていう、ボーン、強いストラクチャーができる。だから感覚がめちゃめちゃいいですよね。いいよね。すごい。うん、こういうのも綺麗だよね。物をこうやって操作して表現するってのもまた斬新な。また左で持ってるしね。ほら、まあ、素晴らしいね。これ右手上げるからっていうのもあるのかもしれないですけど、そこ間違えてないからね。多分笑ってるから、多分急にやったことだと思うんですけど、ここもすごい綺麗に足先揃ってる。左でしょ。素晴らしい。これいいよね。このバイブスからね、無理変わるっていいね。ほんと自由。ここもいいよね。曲いいよな。
ここのね、こうこんな柔らかくね、股関節から綺麗でしょ。あんまラウンドしてなくて、みじゅーちゃんいいよな、ここのな。まあ映像映像で結構違うんですけど、うん、ここの映像ではこのみじゅーちゃんの使い方って、体の使い方めっちゃ好きね。うん、体強そうやね。うめえ。ほら、わかるかな。リーチングするっていうためのストラクチャーも完璧やね。まあ、あの XG さんって僕の好きなねグループいますけども、彼女たちもこう使うときにこの肩甲骨ブワー外転するこういう動きがあるんです。その時リードしてるのはこういうふうに中からこうリードしてるんで、理にかなってますよね。まあ皆さんやってごらん、こうやってここの小、ここの小底の部分にこうやって中指を近づけて、でこうやってやるだけで多分かなり辛いと思うんですけど、でこの中指をこうフォーディング、ま、この中に丸めていくようにこうやって力使います。グーッて、多分前腕つっちゃう人もいるかもしれない。でこれ逆に返すことも、内側に入れることも、返す内返す内、うん、人間って面白くて、その体のそのストラクチャー、筋膜とか動かすときに、この肋骨からさっき言った骨盤、これプロキシモインテントって言うんですけど、筋維的な体の使い方っていうのもあるし、遠位的なところから体を誘導するっていう使い方も両方あるんで、だからこうやってリードすれば勝手に体がこうやって手首からリードしますけど動くし、逆にこういった部分から、体の中心から動き作り出すこともできるし、うん、それはなぜやるかって、お前なんでか分かりますか、ね、何やるかって、人間が体自由に動かすためにやるわけですよ。だって体に制限なく生活できた方が絶対いいじゃないですか。絶対勝ち組じゃないですか。体に痛みない方が絶対勝ち組じゃないですか。我々はそこを追求してるわけなんです。だからね、こういう制限のない、もう天才的な人たち見るともうね、気持ちがいい。ほんと左利きなのかな気になる。右利きかな。自由これは笑うわ。このカノンちゃんがすごいかわいい、綺麗、セクシー。何でも何でもありってわけじゃないけどね、うん、面白い。ちょっと今変わっちゃったけど、このファーストテイクもすごい良かったですよね。うん、まあこんな感じでちょっと無駄話多かったですが、あの皆さんもぜひですね、うん、僕はもう大好きです。もうこういうあのなんか全部綺麗にまとめようとするのもいいとは思うんですけど、誰かがこう外れてるわけでも全くなくて、新しい世界とか価値観を作っていくっていうのは絶対若い人がしていかなきゃいけない、していくのが当たり前であって、それを上の人がマウント取ってああだこうだっていう社会なんて絶対必要ないと思うし、何も面白くないし、もちろんなんか悪いことしたら上の人が言うべきですけど、うん、前に進もうとしている人たちをこうね、こう抑えようとする大人がどうも多すぎる気もしますけども、うん、まあ、自分たちは活人、活人って言葉がありますけどね、うん、人を生かす権ですね、活人権ですね。そういったやっぱりあの存在で僕はありたいなと思うんで、だからもうここに来るお客さんにもみんなに言ってるんですけど、みんなにも言ってるし、自分もそうでありたいと思うし、なんか私がいいなって、私だけが体変わったとかそんな風に思わないでほしいんですよね。いいなって思ったことは
子供に伝えなきゃいけないし、周りの人も伝えなきゃいけないし、そういった考えでいてくださいっていう。でいつ何があっても、そのここに来たら何かが良くなるとかじゃなくて、やっぱり少しずつ自分自身っていうものに依存していくというか、うん、自分自身をしに自分自身に自信を持って体を作ってってくださいっていうふうによく伝えてってるんでね、うん、なんかわかんないですけど、うん、AG さんかっこいいっすね、本当に。まあまあ本人たち出てくるとすごく面白い、コミカルにやってくれてますけども、うん、これからも新しい世界楽しみにしてますね。はい、それでは。